こんにちは。こんにちは。今日はマーク2のパイロット交換をやって、はい、でアライメント、トリウムスアライメント調整の、ね、簡単にガレージでできるアライメント調整をちょっと取り直そうかな。ああ、そうね。いっか、いいや。うん、うん、OK。アライメント調整もやります。うん。ブレーキした時に結構ハンドルにブレがあって、でこの前ジャッキ上げて確認したらそのパイロットのところにガタがあるっていうのが分かったんで、今日は買ってきました。これ左右純正同時品買ったんで2本これをつけます。うん、新品です。ゲージ買ったらボーナス買っちゃったから。ボーナス、エキアフォーミュラな。そう、エキアフォーミュラで、キッチョが、これを使います。こういうゲージが、また後で詳細説明します。いいね。これで取ります。 OK。 はい、縦のガタがなくて、うん、この横方向にガタがあるの分かりますか？あ、本当だ。あるんですよ。結構あるね。そうそうそう。で、うん、まあ、ここからもっと分かりやすく見るために後で、なんだっけ、ラックブーツを外してみると分かるんですけど、うん、根元の、ラックと、タイロットがつながっているところのボルチョイントが、ガタがあってこう横に出てます。これ皆さん確認してください。縦型があるか横型があるか、うん、横型が僕はあるんでタイロットだと。そうね。でブーツをずらします。いいな。よいしょ。で、OK。で、取れました。うん。で、これがね、こうもゆるゆるなんですよ。本当に。これがゆるいんすわ。キンキンは、こうなの、もう動かないの。そうよね。普通、キンキン手で動かないもんね。うんうん。もうこっちさ、もうこんなで手でこう、片方押さえなくてもこんな、ゆるくなっちゃってて、ここが今回、ガタが出てた。うんうんうん、ってことで買いました。一回閉めますか。嫌なのよ。使えますよ。よいしょ。取れました。 OK、うん、これも入れ替えだと。うん、こっちがひどいんかな。ああ、わかるよ、ガタが。本当に。コクコクしてる。あ、本当だ。こっちは良くないな。ね。死んでますね。こんなゆるゆるだし。パイロットエンドはもう新しいから大丈夫だからさ。うん、わざわざやりたくなくねえと。あ、まあそうね。そうなんだよ。噛んだっぽい。いいね。そんなに。ね。慣れたか。うん。これだね。これ楽だな。うんうんうん。
でサスペンションアームにジャッキをかけて、うん、1G 状態ね。でフロントもそうしたらいいんですね。もっと端だけど大丈夫かな。やばかったら途中止めよう。オーケー。うん。こっちはトヨタワイティングオーピッチなんで。メープル A1 ゲージってやつ。うん。イケア透明ですね。売ってる。いくらするの？これでね、このキットだと2万6000円ぐらいだったかな。そんなに高くないね。うん。まあ、アライメント1回分って感じだね。まあそうね。まあ、いっぱい買えるからね、足。うん。で、これで、こうキャンバーとかも測れるの。うん。ここに紐垂らして測ればキャンバー出るし、ここの真ん中で等が測れるってなってます、うん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 、そんな感じ。僕のは 80mm フロントが広いです、うん、ワイトレ入ってる状態で、うんうん、それを踏まえて紐をつけます、うん、こっちでよくて、で基準線がここの真ん中の太いところなんですよ。で、5ミリ幅で、溝が切られてます。で、フロントが40、まあトータルで80なんで、うん、片側40広い、うん、から後ろも40にします。だから1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個だから一番端だね、僕の場合は。ギリギリやね、うん、ギリギリ、うん、だからまあこれで何ここ収まらんかったら、うん、ワイトレとか入れればいいから。ワイトレ入れて傘下げた剥がしてあげればできるんで、うん、まあ、今回はこれで反対側も同じようにかけてあげると。できっと、まあ、目視でわかるけど助手席側がめっちゃ遠いんやったんで、うん、めっちゃ遠いに出るはず。これもう振り切っちゃうぐらい遠い。そうだ、ね、今ハンドルセンターにしたから、うん、めっちゃ遠いんだねと、うん、分かります。いいねこれ、うん、これいいよ。で、こっち側は運転席側は適当にやったけど、うん、ほぼ等ゼロ、うん、ほぼ等ゼロのちょい、うん、こっちでどっちなんだ、ちょいイン、うん、ついてるねって感じ、うん、ここでこれいくつにすればいいね。え、これ月にする。僕はゼロになる。ゼロね、うん、って感じ。いいね。で、アームに 1G かければ、まあ、うん、上げたまま 1G が作れてるでしょっていう前提で、今、アームにかけた。これをどんどん入れていく方向っすね。そうだね。だから、俺が背に触れなければ、こう、リアルタイムに動くのは分かると思います。こっちの方向で合ってんねって。これ便利だね。そうなの。これ好きなのよ。うん。そしてあれね、あの、まあ買った方がいいけど、努力すれば作れそうだね。あ、そうなんだよ。そう、作れるんだよ、別に。作れるんだけど、
楽じゃん。絶対買った方がいいと思う。あ、そう。だから僕は買います。うん、お、いいじゃん。当ゼロ。来た来た来た、うん、簡単でしょ？うん。こうなのよ。ゼロです。ゼロ出たんじゃない？これゼロ出た、うん。って感じ。楽じゃない？これ。これはいいね。これらいいでしょ。うん、これめっちゃ元取れると思って。うん。ね。自分はすごい。うん、洗い目すぐ触っちゃう、うんうん、本当にちゃんとやりたかったら洗い目入れた方がいいけど、そうね、ちょこちょこ変えたり部品交換多い人はね、こんぐらいがいいよ。そう、もうそんぐらいいいんだよ。こんなもんかい。もうちょいか。これがインに触れてるからアウトだから、こっちか。あ、こんな感じね、うん、で、取れるわけ。取れてる。こういう感じ。楽勝でしょ、うん、釣りの1号の重りですね、うん、これ純正ですメーカーさんがこうキットに入れてくれてるやつで、これを上のな、このキャンバーってところにかけんね、うん、でして、こうやると、まあ4度半か。そうだね、4.5 ぐらい。うん。だよと。わかりやすい。わかりやすい、ね。わかりやすい。うーん。こっちも注意しとこうか。これずれてたら俺もう触らないよ。ダリーも。まあ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 。5度ぐらい？いや、でも4度。4.6 か、うん、4.6 ぐらいかな。いいんじゃない？結構だね。4.6 ぐらい。うん、いいね。4度半ぐらいですね、うん、って感じで、最後これつけました、はい、で効果のほどは、お、ないね、なくなったの、すごいね、すごいね、お、いいじゃん、うん、これは期待できるね、いいじゃない、お、いいじゃん、うん、めっちゃガタガタしてたの、もういいね、やっぱ俺の判断を間違ってます。今日はタイロットの交換と、うん、あとアライメント調整やりました、うん、アライメントあれはだいぶいいね、あのやり方は楽っすよ。あ、一般的なの？うん、なんか人によってだね、やってる人もいるし、やっぱこだわってこうタイヤつけて設置させてやる人もいるし、うんうん、まあ設置状態とはちょっと違うんで、うんうん、完璧ではない、うん、完璧ではないけど、まあ、簡易的に合わせるのに、うん、特に部品交換多い人は絶対いいと思います。うん、まっすぐ走るの。あれ好きです、うん。気に入ってます。いいね。うん、ぜひ、ね、これおすすめできるね。この動画はおすすめできます。うん、そう、参考にしてください。うん、そう、あれ。やっぱ浮かせてやると楽なんで、うん、ざっくりで、ある程度取れてればいいなっていう人は、うん、あれでいいと思います。いいね、うん、まあ、完璧はね、レーザーで取ってもらって、ねうんまあ、ブッシュも新品にしてもらって、うん、キリがないんで。そうなんだよね。そう古い車はキリがないから、うん、ざっくり合わせるのはいいね、うんうん、なんか気に入ってます、はい、じゃあお疲れ様でした、はい、お疲れ様です、